はい、KKI ライフです。今日は、コメント欄、コメントに、視聴者さんから、コメント来てて、来とったな。はい、そのやつを今日やっていきます。何やつって、やつっていうか、視聴者さんがこの具材でやったらどうっていうコメントがあって、はい、その炊き込みご飯をやっていくのね。はい、そうです。なんで俺が言わなかったの。分かった、はい、はい、じゃあ俺もそのコメント見たで、はい、その具材は揃っとうのもあります。はい、じゃあ具材はピーナッツカリントと、ピーナッツカリント、はい、はい、ビーフジャーキー、はい、ジャーキーね、山盛りのネギ、ネギね。で、味付けはどうするの。味付けは、白だし、白だしね。あ、醤油系のだしで味をつけるとかね。はい、オッケーっす。はい、じゃあやっていこうか。はい。はい、米は1合です。はい、わかりました。はい、お願いします。お願いします。さあ、このね、分量が大事だよ、こうちゃん。はい。どんくらい具材を入れるかっていうのを。はい。じゃあ、大きいから、切ります。手でちぎって入れよう。はい。うん。カリントン。ピーナッツカリントンね。これ初めて見たけどさ、はい、ピーナッツついたの、カリントンに。味。そんな感じやね。うん。これはね、そのままいくの。多分砕く？砕く？いやでもそのままいってもいいかも。でも水吸いそうじゃん。うん、めっちゃ。そもそもどんなじゃない？食ったことない。ねえ、ちょっとそのまま食ってみてよ、こうちゃん。どう？カリントーとピーナッツの、相性が良くて。相性が良くて。じゃあかましいよ。どう？うん。ピーナッツとカリントーの。あ、相性が良くて、美味しかったね。ジャーキー。それ使ってまったよな、今日。そのセリフ。次食った時も言うのよ。ジャーキーと、とか言いますね、お前。終わったね、全部。はい、終わった。はい。味付けも。はい。OK だね、これで。はい。うん、よし、じゃあこれ炊き込んだらどうなるか楽しみやね。はい。じゃあいつもの準備お願いします。はい。じゃあ炊飯ついたらね、OK やね。はい。はい。炊飯器と、はい、バッテリーの相性が良くて電源つきました。はい、カットお願いします。はい、じゃあピーナッツカリントにカッツ。はい、炊き込みご飯ができました。はい。どんな感じでしょうか。こんな感じです。おお。なんかいい匂い。うん、いい匂いするな。うん。うん、で？で。でどうした？ラーメンの匂いする。わかるわ、めちゃくちゃわかった今。たまにお前まともなこと言うな。緊張のどんどん匂いするじゃん、お前。はい、じゃあ取り分けて、食べていきましょうね。はい、はい、こんな感じ、はい、で、そのカリンとは柔らかくなったのちょっと触ってみて。硬い、まだちょっとしなしなぐらい。うん、しなしな。オッケーオッケー。じゃあ、まあ、ついで食べようか。はい、はい、もう一回こんな感じでできました。はい、完成しました。はい、中に試食してきます。もう、ね、ネギ、ネギだけだけどシャキシャキして、ネギがねシャキシャキしててね、米もいいと思う。相性が良くて使えなくなった。なんかラーメン屋とかでさ、うん、食ったこと、なんかスガキ屋のゴマご飯みたいな。めっちゃうめえ。やっぱあれじゃない、ジャーキーの出汁が出とんじゃん。うん、なんか全体的にバランスがいい。うん、食感とか塩分と甘みとね、うん、入っとるから、濃すぎず薄すぎず、めっちゃうめえ。激うまやんか、うん、めちゃくちゃうまい。ほんとラーメン屋の、うん、ご飯みたいな、ご飯、うん、サイドご飯みたいな、そう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 、そんな感じする。焼き屋のご飯とかそんなような。ねえ。じゃあラーメンすすってさ、うん、汁ちょっと飲んで食いたいもん。間違いない。100% うまいでしょ。間違いなくうまいでしょ。はい、完食しました。結構美味しかったです。うん、美味しかった。うん、結構ですか、めちゃくちゃ美味しかった。めっちゃうまい。ラーメン屋さんの味でなんか、結構考えた主張っていうか、視聴者さんも考えたらすごいなと思って。本当にすごいです。うん、うん、はい。ぜひなんかやってほしいよね、うん、これ。皆さんにもやってほしいし、本当に、ね、そう教えてくれた人に本当に感謝です。感謝です、ありがとうございます。はい、今日の動画は以上です。また皆さんコメントに書いてくれれば僕たちやるので、どしどしコメントをよろしくお願いします。お願いします。あと KKI ライフチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。
はい、またの動画でお会いしましょう。さよなら。